はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら僕の、今制作中のカフェ部屋、壁紙を貼って棚をつけてドローアラインを引っ張って照明をつけたところなんですけれども、次こちらにね、この空いたスペースに棚を、作っていきたいと思います。カズマックス親方になりますほぼほぼもうほんと初めての、がっつりな DIY ですね。まあだから多分ね、ちょいちょいミスったり、ここちょっと微妙に違うんじゃないってところとかあると思うんですけれども、ご容赦いただきたい、まあ、なるべく頑張るんで、まあとりあえずね、近場のホームセンターで、木材をいっぱい買ってきたんで、こいつに、今回はオイルステインと、あと物によってはニスとかも、つけて塗って、処理していきたいと思います。よし、じゃあ早速やっていきましょう。はい、というわけで準備できました、とりあえず換気扇もつけて換気ができるようにして、で、シートを敷いてね、床汚れないようにと、軍手、さらにマスクを、まあ防塵マスクじゃないけどね、とりあえずユニクロのエアリズムまあしないよりはマシかなと思って、はい、つけます。ヤスリとかでね、結構木くずが飛ぶらしいんで。よし、で一応軍手以外でもね、こちら革の手袋も用意してあります。また後で使う時があれば。よし、じゃあまずは木材にヤスリをかけていきます。こうやって紙ヤスリを、ハンドルで持てるようにしました。これ240番ってちょっと粗めのヤスリですね。木目に沿った方がいいのかな、こういうとこからだからねまあ本当聞きかじりなんですけどね、こうやって粗めのやつでかけることで、オイルステインが馴染みやすくなるそうです。これが細かすぎると逆に馴染まないんだって。おお、なんかちょっと滑らかになってる気がする。よし、1本終わり。このまま次も行きます。何せ4本もありますからね、4本プラス棚板が8枚もあるから大丈夫かしら。あ、暑い。ちょっとマスクは自殺行為かもしれん。で、今は軍手はいらんかもしれん。なかなかの重労働ですね。地道に頑張るしかないね。まあ粗めとはいえ、全然ね、ギザギザしてるほどは本当に粗いヤスリじゃないから、削れてんのかなって心配だったけど、やっぱ結構木くずは出てますね。やっぱり毛羽立ってるところとかはかなり、マシになってる。なんか裏技としてね、これ濡れた雑巾とかで拭いておくと、そこで毛羽立つから、そこをヤスリでこうかけていけば滑らかにしやすいよってのも聞いたんだけど、とりあえず今日はまあ基本にのっとってやります。じゃあ次棚板いきましょう。2つ用意してるんですけど、これ短い方をコーヒー器具用にしようと思います。でね、もう一つ棚を作ろうと思っていて、まあだから4本あるんだけど、こっちは服用にします。僕結構ね、服を持ってるんですけど、それをいちいちタンスとかなんかキャビネットとかにしまっておくと出しづらいから、服屋さんみたいにこうポンポンポンと置いておきたいんですが、それ用の棚を作ろうと思います。これマジで何のチャンネルなんだろうおかしいな、カズマックスのコーヒーワールドなんだけどなああ、いやまあでもね、いいんですよ、視聴数落ちてもね、まあこれは僕がコーヒー器具をね、かっこよく飾りたいために作ってるから、僕のコーヒーライフのためだから。子供の頃図工の技術は本当に大好きで、パチンコ台とかさ、あと箱、なんかよくわからん木箱とか椅子とか紙粘土製作とかね、そういう系好きだったんですよ。それが大人になってもできるとはねちょっと DIY にハマる男連中の気持ちがわかる気がする。 YouTuber さん多いっすよね、 DIY をやってる人は。要は日曜大工のお父さんだよね。うちの父上もね、よくやってました。今回の木材の準備もね、実は父上召喚したんですよ僕の車の準備が間に合わなかったんで、近くのホームセンターまで送迎してもらってる二人でなんか僕の木材を選ぶのがすごい新鮮な感覚だった。なんか親子のね、不思議な感覚昔は訳も分からずね、ついてるだけだったんですけどね。
あでもやっぱり木材によってすごくなんか毛羽立ってる、もともと結構ギザギザしてるものとかありますね。やっぱヤスリは大事だ。いや本当はね、最初はもっとちゃんとできたもの、あの出来合いのものを既製品を買うつもりだったんですけど、調べてもそんなにいいのって、まあ、ないというか、まあ、少ないし、あと高いんだよね、異様に。だったらまあ自分で作った方が早いかなと思って、自分の理想のものをね、ほぼ初めてくらいの勢いであの DIY 系の動画見漁りました。お到来さんとか結構あの見ましたね。木くずがすごいぜ。よし、オッケー。そしたらこれで終わりじゃなくて、結構ね細かい木くずがついてるんで、いらない布、これウエスっていうらしいんですけど、これで一回拭きます。うわ、めっちゃ茶色くなった。よし、ではオイルステインを塗っていきましょう。今回は油性のオイルステイン、和心ペイントのオイルステイン、オールナットってやつを選びました。水性と油性があるらしいんですけど、まあ、水性は塗りやすいし扱いやすいし乾きやすいで、匂いも少ないらしいんですけど、油性の方が仕上がりの風合いが良くで、しかも、反りにくいらしいんですよ、水性と比べて。僕ね結構天井が高い家に住んでるので、柱もかなり大きいんですね、長いんですよ。だからこれが反っちゃうとちょっとあれかなと思ったんで、まあ、なるべく反りの少ないこの油性のオイルステインを使おうかなと思って、はい、選びました。でもかなり臭いらしいんでね、換気は必ずして、まあ、乾燥もねかなり時間がかかるらしいんですけど、まあそれは承知の上です。うん、あまあでも言うてそんなびっくりするほど臭くないよな。工作とかするときこういうのね使うもんね。うんうんうん、全然場合によってはまあ薄めたりするらしいんですけど、とりあえず今回は筆で塗っていきます。ウエスで塗る方法もあるらしいんですけど、広い範囲を塗る場合は筆の方が適していると、でウエスで仕上げるという感じにしていきます。ただオイルステインの場合はこれほとんど筆が使い捨てになるそうです。水性だと洗い流せるそうなんですけど、よし、ではサクサク塗っていきますよ。あ、結構吸うね。あ、木材って結構塗料吸うんだね。これがね、3分以内くらいなら、ある程度伸ばせるそうです。それ以上経っちゃうとムラになったり伸ばしにくくなったりしちゃうらしいんで、もう塗ったそばからサクサクとウエスで拭いていきましょう。おおおお、いいじゃん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 、すごい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 、あ、すごい DIY の色になってきてる。すげえ、かっちょよくなったなお前突然どうした。ほら見てこの作用、もうプリンみたいあ、でやっぱ塗り広げると、あ、まあ、結構、まあ、香りはしますね。でこういう木材に塗る系の塗料って、ブライワックスとこのオイルステインっていうのは、まあ、大体ね大きく分けて2種類あるらしいんですけど、ブライワックスは表面、オイルステインはもう全体というか中まで浸透させるっていう感じになるっぽい。まあ聞きかじりなんで、ね、話半分で聞いてください。で2度塗り3度塗りも可能らしいんだけど、まあこの色見る限り全然このままでいいと思うんだよね。あ、すげえ、なんかドキドキしてるちょっとワクワクしてる。こんな感覚いつぶりだろう。なんか図工の頃思い出すね。初めて金槌持ってさ、釘打ってさ、ノコギリ使ってさ、絵の具といてさ、パレットにさ赤、青、黄色みたいな感じでいっぱいチューブで出してさ、初めて花とかヘチマとかさその辺の山とか描いたの思い出すな。楽しい。これは童心に帰れる。いや、壁紙張りもね、まあ、楽しかったけど、正直こっちも楽しいでもちろん他の塗料との相性とかもあるらしくて、これの場合はね油性だから、基本的に油性の例えばニスだったりとか、もし上に塗る場合はね、いいね、いい感じやね。でもちょっと軍手だと染みてきそうで怖いな。これ変えるかと思ったけど、はい、こちら、調理用のゴム手袋これ持ってるんでね、これをした上で軍手をすればいいのか。よし、よし、じゃあこのまま次行こう。
でも結構あれですね、やっぱこの木材が吸いますね。オイルステインは結構量を用意しておいた方がいいかも。足りるかしら。まあとりあえずちゃんと塗って上質でまんべんなく伸ばしていけば全体的にいい感じになりますね。塗りムラとかも特になく、で微妙にここ明るいかなってところはまたパサッと塗って伸ばせば微調整が割と効く。おお、ほほほほほ、いいじゃない。よし、オッケー、4本塗り切りました。見てこの風合い、良くない？じゃあこれと同じやり方で、今度はじゃあ天板も塗っていきましょう。もうサクサクいきます。はい、じゃあ早回しでどうぞ。と思ったけど、いかん、足りん追加発注だ。まあとりあえずある分だけ塗りますか。あーやっぱり足りなかったな。今棚板をね、1,2,3,4,5 枚塗ったんすけど、あと3枚足りねー。ちょっと近くのホームセンター探してきます。よいしょ。はい、というわけで、親方帰ってきました。近くのホームセンター2軒回ったんすけどなかっただいぶ寒い中頑張ったんすけどね、そんでしょうがないからセブンでコーヒー買ってきましたあとね、はい、こちら、ロッテのバッカスこれ好きなんすけど、なんかパッケージがね、新しくなってたんで買ってきました。おお、なんかパッケージが紙からプラスチックになってる。おいしい。合う。うまい。あー、じゃなくてとりあえず、じゃあこれはどうしようかな。じゃあとりあえずコーヒーの棚の分だけは濡れてるから、あとはあの服の棚の分だけだからね、これは後日に回すか、まあ、サブちゃんに回すかします。とりあえず今日コーヒー棚を仕上げよう。乾燥時間が約60分。あ、いけるね。うん、大丈夫ですね。色移りとかはもうない、乾いてますね。ただこのオイルステインですね、あとが最後になんか仕上げ剤をつける場合もあるらしいんですけど、結構ねオイルステインでもう仕上げちゃってる人が多くて、でそうなった場合オイルステインは色移りをすることがあるそうです。服とかね、色が移りやすいものが触れるところにはなるべく仕上げ剤をやったり、ニスとかもねやったりした方がいいらしいんですけど、基本的に僕はコーヒー器具に使うので、コーヒー器具って言ったらね、そんなに布とか色移りしやすそうなものとか設置面積多いものがそんなにないと思うので、とりあえず僕はコーヒー器具用の棚にはもうこのまま使おうと思ってます。ただ服用の方はウレタンニス、油性のウレタンニスを用意しているので、これ塗ってね仕上げたいと思います。棚板の方だけやろうかなと思います。ただウレタンニスのデメリットとしては、物によってはなんかこうすごいテラテラしちゃって、このせっかく塗ってまで仕上げた木の風合いが損なわれてしまったりだとかっていうこともあるそうです。まあ僕はそこまでめちゃめちゃこだわってるわけじゃないんでね、まあまあどっちにしてもいいかなと思ってますけど。しまった、閉じった。今このラブリコっていうね、棚板をつけるための器具を、まあ、ネジで留めるんだけど、これを開けてやろうかなと思ったらネジが長い。あ、多分ね、このラブリコはもう 2×4 材を、柱だけじゃなく棚板にも、もう全てを 2×4 材で完結させるっていう、前提で販売してるものだと思うんだよね、多分。だからこの分厚い 2×4 材にはいいネジでも、僕が買ってきたこの棚板、これやるとね、あ、貫通しちゃうぞ俺そう、近くのホームセンター行こうにも、あ、この時間じゃやってないな、あ、閉まっちゃった、あ、結局後日だ
はあ、しょうがない。じゃあ、後日またやります。今日はここまで。はい、というわけであれから2日が経過いたしました。オイルステインね、はい、買い出しまして準備できております。で、せっかくね2日あったんで、僕今までこれ正直何のために何してんのかいまいちよく分かってなかったんですよ。ちゃんと理解しきれてなかったんですね。曖昧だったんで、そこちょっと固めようと思って少し調べました。まず僕この木材にヤスリをかけましたね。270番のあの粗いやつで、でそこへ、オイルステインで、塗って、染み込ませて、こんな感じでね、まあ色をつけたわけなんですけれども、これからちょっともう一回塗り足そうかと思いまして、なんかよく見たらね、あのちょっと色薄いし、金型の色とねあんまり合ってないんですよ。だからここにさらに、オイルステインを重ね塗りして、でそこをウェットな状態、濡れてる状態で、今度はね400番かな、あの細かい方のヤスリで、ヤスリがけします。濡れてる状態でかけることによって、細かいね木くずとかがこうオイルステインとうまくいい感じに合わさって染み込んで表面が、ね、滑らかな感じになるらしいんですよ。だこれはそういう風に仕上げて、ただね棚板の方結構色濃いからもういいやと思って、ちょっとウェットじゃないけども400番で軽くね研磨して仕上げたろうと思います。本来だったらもう少し工程挟んだりなんか色々あったりするんですけれども、今回に関してはこんな感じでやろうかなと思います。あとね、はい、さっき話したネジこちら買ってきたんで、後で使おうと思います。さあ今日で仕上げますよ。時間というよりはあの卒業制作作ってるみたいな感じになってきた。よっしゃ、はい、じゃあね、おととい塗りきれなかった分は終わったんで、次柱に重ね塗りをしていきます。なんか元々以上にね、なんか日が経ったら若干薄くなってきてるような気もするんだよね。これ木材とかによるのかね。金板は結構濃いまんまだから。あ、やばい、ストレッチパワーが、あだだだだ、あー溜まってきちゃった。よし、オッケー、とりあえず塗れました。で、ここへこの400番のヤスリをかけてみます。濡れてる状態でヤスリって、これはやつれているのかいけているのか、濡れているからよくわからん。あ、でも手応えは一応ある気はする。よし、とりあえず磨けた。で、僕この服用の棚板以外にはニスをね塗らないってこと言ったと思うんですけど、基本的にオイルステインも塗り終わった後乾いてから、濡れ雑巾とかで軽くささっと拭いてしまえば、あとは色移りってほとんどないらしいんですよ。ただ物によって違いはあるし、万全ではないし、確証は持てないということで、まあ、メーカーとかからはなるべくあのコーティングをしてくださいと。あとはしっかり保護したい場合は、もう長年ずっと使うって場合は、まあ、ニスとか仕上げ剤を使った方がいいですよってことになってるらしいんですけど、まあ、結構あのオイルステインでも大丈夫らしい。まあ、僕はほぼというよりは今回色付けのね意味合いがかなり強いんで、まあ、でもねこの辺の情報ってあんまりこうさっと調べて出てくるもんでもなくて、オイルステインの中にもこうコーティング剤が含まれているものとか、オイルステインじゃなくてオイルフィニッシュとかいうやつとか、あのワトコオイルがどうこうとかなんかね、いろいろすごいね結構難しい世界なんだこれ。正直ね、かなり混乱したし、おそらく人によってこう認識の違いとかってきっとあると思うんですよね。なんかちょっとね、コーヒーと似てるなって思った。で、僕はコーヒーに関してはね、いつも結局はこの何が落ちたか、例えばドリップしていて、何をどうこうしたではなくて、どういうものができたかっていうのをね、まあ大事にしましょうっていつもコーヒーで言ってるからね、まあ似たようなもんかなと思って。とりあえず今回これでやってみて、まあ、もしね問題が発生したり、例えばまあ色移りとかがあまりにもひどいようであれば、まあそれはそれで反省としてね、で、まあ、応急処置もできないことはないだろうから、例えばその場でニス塗るとかさ、まあ、何事もね経験ですよ。で、これもねコーヒーと一緒なんだけど、結局こう調べて調べて調べてどれが正解なのって混乱して終わっちゃうって時あるんだよね。それよりもまずはやってみろと、案ずるより有無の易しと。で、明らかにそれが間違ってたらね、後からああばっかだと思えばいいわけですよ。これがね、仕事とかだったら責任が生まれてしまうけど、そこは、まあ趣味はね、楽しめるものだから、そこが本当に一番いいよね。とにかく楽しんで、トライアンドエラーして、
で最終的にね、やったぜってこうそこそこ満足できるものがさ出来上がったら嬉しいじゃないですか。ただまあ正直もう少しあの DIY 系の基本知識みたいな動画あったらいいなーなんて思ったりしましたけどね。ウレタンニスとかあのワトコオイルとか一個一個についてしかなんかねあんま動画出てこないんだよね。ほんと基本の一連の流れを見せてほしいんだよね。僕もドリッパーの動画は上げてるけど、ペーパードリップの仕方の動画も出してるし、でもあれですね、なんか一昨日よりも喋る余裕があるな。はい、それでは、オイルステインでの、塗装は終わったんで、あとはこの400番っていう細かいやつで、コーヒーの棚板ちょっとやすっていきたいと思います。パッと見ね、板にはそんなに変化ないけど、よく見るとね、やっぱヤスリの方にはちょっとね、油っこいのがついてんだよね。だから少し表面は削れているし、多分このオイルステインも少し取れちゃっているんだろうけど、見た目そんなね、分かるほどね、違いはないね。本当に仕上げでやすってるだけ。よし、さあ、あと一息っすよ。今冬なんで、この油性ニスをこの専用のペイント薄め液ってやつで薄めます。おお、こんなもんかな。よいしょ。マジで何の動画やねんこれ。よし、OK、こんなもんかな。シャバシャバの蜂蜜みたいな色になりました。ではこれをね、この服用の棚板に塗っていくわけなんですけれども、何もね、全面に塗らなくていいと思うんですよ。むしろ全面に塗っちゃうとどこで乾かすのって話だから、こう置けないしさ、オイルスティンみたいに拭き取れるわけでもないから、しばらく塗って放置しなきゃいけないから、もう使う上の部分だけでいいんじゃないかな。よし、いきます。おお、お、あ、結構なんか薄いんだね。一応二度塗りするつもりなんでね、まあそんなに分厚くなくてもいいと思うし、あんまり触りすぎてしまうと気泡とかにね、なれそうだし、スーッといきましょう。スーッ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 。よし、こんなもんかな。あ、よく考えたらあれか、服の棚の方、柱、内側くらいは塗っといた方がいいかもしれませんね。いやでも本当、広い家、引っ越してきてよかった。前の家じゃ絶対できなかったことがね、バンバンできるから楽しいわ。よし、OK、一度塗り終わり。はい、ニス綺麗に塗れました。で、これあと2度塗りをするためには8時間くらい置かなきゃいけないらしいんで、もう完全にこれは後日に回します。今日の本命はね、あいつだから、あのコーヒー棚をやっとできるぜ。よし、組み立てていきましょう。とその前に、この板をね、一回濡れてる雑巾で、拭きます。さっき言ってた色落ち対策ですね。これで一回もう拭いてしまえば、めったに色移りすることはないらしい。うん、この時点で、まあ、そんなにそんなにつかないです。で、表面の色は別に変わるわけでもなし。なるほどね。まあ、こういう感じであれば、本当に布とかを押し当てて、だこういう風に、だゴシ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 やれば、まあ、多少はつくよっていうのは。で、これを一回やっておけば、まあ、あらかたは取れるよっていう。でも完璧じゃないよっていう話ですね。やっぱね、自分でなんとわからんことっていっぱいあるよね。まあ、調べるのが上手い人とかはね、もしかしたら調べりゃわかるのかもしれないけど。よっしゃ。棚板4枚と柱2本、ガシ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 拭いて、まあ、色移ったのがこんな感じで。もうこれ以上はね、取れなかった。よし、じゃああとはもう本当に組み立てだけですね。はい、本日使いますのはこちら、ラブリコというね、棚を作るための器具なんですけど、これが柱用。で、こっちが棚用です。まず棚板の裏面を出して、この寸法にぴったり合わせて、うん、よし、ここでビス止めをしていきます。ただこの棚板が万が一割れたりしたら怖いので、ここはちょっと印をつけさせていただいて、よし、この棚板に先にドリルで、下穴を開けときます。怖えー
何気に人生初のドリルかもしれん。いきます。入ってる？お、入ってる入ってる。え、どんくらいどんくらいどんくらい。一回抜きます。あ、いいねいいね、いってるいってる。あ、お、折れた。ああ。カッターで鉛筆削りするなんていつぶりだよ。鉛筆削りなんかないからね。もちろん小学生の時持ってたけど、なんかこうあるじゃん、カッターで削ったらかっこいいみたいなさ。友達と一緒にさ、こう俺たちこうやって削るってかっこいいよなみたいな。やってたんだよね。あれが今になって役に立つとは、人生ってわからんね。よいしょ。おかしくなってきたよ、もう。よし、全部ついた。ただですね、カズマックスここで終わりません。一味ちょっと違います。皆さんは覚えておいででしょうか、前の家で僕が棚につけていたサブチャンネルで紹介したランプのことを、あれをね、今回も使いましたよ。まあ、せっかくね、コーヒー器具を置くわけですから、かっちょよくこうライトアップしたいなと思いまして。よし、まあこれは後でお楽しみ。はい、それではいよいよ合体させます。入るかな、大丈夫かな。おお、いけるいける。いい感じです。よっしゃ、だいたい位置は決まりました。そしたら止めていきますよ。よし、しゃ、おお、立体的になってる。よし、オッケー、対戦ほぼほぼ完了。まあ細かいのは後に回すとして、よっしゃ、ついにこの時が来た。一体何日かかったんだ。よし、立てますよ。このラブリコを棚にはめて、よし、で上の方にも取り付けます。あー、あぶぶぶぶあぶぶぶあぶぶぶあぶぶ、ちょちょちょ、最後に台無しにするとこだよ。はい、それでは皆様、大変お待たせいたしました。立てていきます。あ、でかすぎる、でかすぎるでよ。おー、ちょちょちょ、これ引っ越しの時どうすんの。引っ越すつもりはないけども、また分解するしかないよね。よいしょ、あっとっとっと、この辺かな。要はこれは突っ張り棒になっているので、ネジを回して、伸ばします。あ、いい感じじゃないの。できたー、できたー。やったー。完璧でしょこれ。
マジで。あー、いや、この位置だとちょっと右すぎるな。もうちょいこっちだ。妥協はせん。仕上がりが一番大事だから。よし、今度こそ OK。 えい、おお。めっちゃいいじゃん。光量もね、調整できます。はい、こんな感じで。これ光らせすぎだね。最低光量でいいかな。前の家もね、こんな感じでした。素晴らしい。できたな。はい、全体としてはこんな感じですよ。早速、コーヒー器具置いてみますか。まあ、ね、横っちょはね、また整理するんで、あの、気にしないで。よし。やべえ、これやべえだろう。ちょっとごちゃごちゃ置きすぎな感は否めないんでね、またあのいろいろ調整しますけど、うん、こうやって客観的に見ると本当バカだよね。頭おかしい部屋になってるけど、すげえ。でもすごいよ。はい、撮影のアングルにするとこんな感じ。どうですか。まあ微調整はしますけどね、だいたいこんな感じで。まあそんなに分かんない。結局背景だから、まあ、ぼかしてね、で時々アップで見せたり、ここからね、物を持ってきたりだとか、どれにしようかな、今日はこのドリッパで入れようかなってこうね、選んだりとか。よくないですか。個人的には大満足です。はい、まあよく見りゃね、もちろんそれは傷とか、な塗りムラとか、なんかね、ちぐさぐのところとかいっぱい見つければあるんですけど、いや、それでもね、作ってよかった。うん、楽しかったし、まあ、今後もね、この僕の大事なコーヒー器具たちをこうかっこよくね、ディスプレイできるっていうことで、まあ、モチベーションがね、上がるじゃないですか。やっぱ趣味を乗ってこうやってね、持って見て楽しむっていうところも、まあ、もちろんあると思うんですよ。ましてやそれがね、まあ、自分の手作りの、まあ、壁紙とさ、レンガと棚といろいろ頑張ってくっつけて、組み上げたものっていうことでね、もう本当に喜びもひとしおですよ。コーヒー器具はもちろんあったけど、あの棚とかあの部屋とかにこんなに愛着持ったの初めてかもしれない。いやー、できたな。はい、というわけで、今回は本当に長々とお付き合いありがとうございました。今回このラブリコを使って、自作のね、2x4 材で作った、棚をご紹介していきました。まあ、部屋作り動画に関してはあともう 1,2 本、続くと思うんですけれども、まあまあ大体できたということで、うん、僕的にはかなり満足です。まあ、皆さんももしよろしければあのお家でね、ラブリコとか他にもなんかいろんなね、自分で棚を作れるグッズってあの売ってるんで、もしよろしければやってみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールド疲れちゃった。息切れしてるけど、はい、というわけでお疲れ様でございました。本日もお付き合いありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。はい、翌日でございます。最終的にこんな感じになりました。まあ、せっかくね、青い壁紙貼ったのにわけわかんなかったから、ちょっと整理して、スカスカ感を出してね、ちょっとディスプレイっぽくしました。まあ、置き場じゃなくてディスプレイ用なんで、まあ、こんな感じでむしろいいかなと思います。上がハリオの特にまあガラス製品で、こっちがカリタの手引きミールのシリーズで、ドリップスタンドとかですね。ただね、この棚やっぱニスとか何も塗ってないから、カラカラしてる感じはありますね。さっきはオイルステインだけでいいかななんて言いましたけど、まあ、オイルフィニッシュも使ってもいいかもしれないですね。またここから外して倒してヤスリかけてワトコオイル塗り込んで、で削る。そしたらまあ間違いなく今度は固まって保護ができるし、ニスよりはテカらないっていうのも聞くんでね、ちょっとまた考えます。とりあえず今回はこれで完成。よし。